皆様こんにちは、オーボエ奏者の最上貴之です。今回のモガドライブ G ですが、お知らせでございます。4月13日、土曜日ですね、テレビ朝日系列の題名のない音楽会の方に、東京交響楽団の一員として、出演しております。今回のその題名のない音楽会の内容なんですけども、あのピアニストのカティン君ですね、住野君の弾きぶりというね、そういう内容になってまして、曲目が、ガーシュウィンのラプソディインブルーを演奏しました。もう収録はもちろん終わってるんですけどもね、公開収録で、放送前なのであまりこうネタバレはしたくない、ネタバレしちゃいけないのかな、したくないんですけども、とにかくですね、もう本当にすごい演奏でした。オーケストラもカティン君も、なんだろう、そのお客さんの、会場のお客さんも多分ね、あれを聞いたらおーってなるんじゃないかなっていうくらい本当にあのお客さんも喜んでましたし、すごいね、あの公開収録というよりももう本当なんかコンサートのメインプログラムの後みたいなね、そういう感じだったんですよ。でね、オーケストラ側からしても、僕の真正面にねカティン君がこっち側を向いてピアノを弾いてたんですけど、いや本当すごかったですよ。手前味噌ですけどね、オケもねすごい食らいついてというか、あの一体感あるように熱量のある演奏を繰り広げてたと思いますし、もちろんカティン君も本当素晴らしかったし、ちょっとね、あの本当に一期一会の熱い音楽というか、あ、この演奏を生で一度しか味わえないんだなっていうね、そういう感動とともにこう寂しさすら感じるくらいのねコンサート収録でした。あ、この1回のためにやっぱり俺たち生きてるんだなみたいな、なんかね、そういう感情になった収録だったんです。なのでぜひあのご覧いただきたいなと。テレビ画面を通してね、どれだけこう伝わるかわからないですけども、本当に題名のない音楽会素敵な番組ですし、その収録の後も僕らもいい本番だったねって沖のメンバーもみんなで言ってたくらいの本当本番だったので、ぜひ皆さんあの放送を楽しみにご覧いただきたいなと思います。4月13日ですね、土曜日、テレビ朝日系列の題名のない音楽会です。時間はね、多分場所によっていろいろ違うと思いますので、土地によって、それぞれいろいろチェックしていただけたらと思うんですが、ちなみにですけども僕はですね、その日はですね、そのカティン君とのラプソディインブルーは、ちょっと特別な楽器を使って演奏しましたので、まあ映るかどうかわからないですけども、それもちょっと楽しみにしててください。というわけで今回は、テレビ出演のお知らせでございました。引き続きチャンネル登録、 YouTube の方、あと各種 SNS も、フォローぜひよろしくお願いします。 YouTube のメンバーシップも、募集しておりますので、ぜひ登録してください。それではまた、ありがとうございました。さようなら。